練習を始めています。まあ、先ほどルーキーの田原が抑えたように試合の流れを作っていくという上ではやはり中継ぎ以降でこれから投げるピッチャーが1点を失わないというそうなんですピッチングになりますね。はい、そうなんですよ。長野の打球はセンター方向深いところに飛んでいった。清田見送った、入った、長野に出ました、ツーランホームラン、大きな追加点のツーランホームラン、長野の一振りが出ました。深いところに持っていきました長野、バックスクリーンの左、追加点は3点差とするツーランホームラン、7対4とリードを広げました。原監督がこの表情で迎えます。ルーキー中後ろ打たれました。長野に2試合ぶりの第5号ツーランホームラン。